皆さんこんにちは。お花とパトラとエリックでーす。今日は激レアなものを入手したので皆さんに紹介したいと思いまーす。それでは待ってて。持ってきました。じゃーん。なんだこれは。特大アボカドみたいなやつ。はー、なにこれ。お花ちゃん見て、これ何。あ、匂ってる。これ何、これなんだろう、なんだろう。パトラ、パトラ、なにこれ。え、食べれる。ほれ。パトラ、ほれ。マジョ、ほれ。なんとこれはエミューの卵です。うわー、すごーい。エミューとは超高ヒクイドリ、モクヒクイドリ科エミュー属の鳥です。ダチョウと同じく鳥だけど飛べない鳥です。エミューは高さは 1.6、 2メートルほどと大人の人間と同じくらいから少し高いくらいの高さがあります。鳥の中ではかなり大きな部類に入り、巨鳥と言われることも。と言ってもダチョウの方が大きいんですけどね。このダチョウは現代の鳥類では最も大きい種類とされています。そのため巨鳥のエミューはナンバー2に当たります。エミューは主にオーストラリア全域に生息しています。草原や砂地などの開けた場所に住んでいます。基本的には単独行動ですが、繁殖時期はオスと数頭のメスで群れを作ることも。エミューの卵をゲットしました。激レアです。すごいすごい。今回は特大ゆで卵にして、お花とパトラとエリックで食べたいと思います。美味しいんでしょうか、どうなんでしょうか。これでもすごい、色とかすごいですよこれ。何ですかこれ、ほら。すごい。それではゆで卵クッキングゴー。卵の比較をしたいと思います。こちらがうずらの卵、こちらが鶏の卵、そしてこちらがエミューの卵です。重さを測っていきたいと思います。おほう、 10g。 はい、次に鶏の卵。59.5g。 はい、次にエミューの卵。575g。それでは早速エミューの卵を茹でていきたいと思います。茹で時間は約40分です。はい、約40分茹でました。それでは早速出してみたいと思います。うーわー、すごい。いい感じに茹で上がってますね。いいんじゃないですか。めちゃめちゃ熱いです。茹で上がりました。早速これを、まだちょっとほかほかですね、熱い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 。早速これをムキムキしていきたいと思います。では、お花ちゃん、熱い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 。
熱いよまだ。かなり殻の方が硬いのでなかなか割れないみたいです。おおおお、全然割れんやん。ちょっと音聞いてみますか。硬っ。ハンマーで割っていきます。わかんにゃん、てよよいしょ。おおおおおお、なに、おなんかブルンブルン、熱々、熱っ。おおおおおお、中は白い、中白いです、中は白い。えっ、慎重に割っていきたいと思います。おおお、うわ、薄皮がベロベロ剥げる。とりあえずちょっと剥けました。真っ白ですね。ちょっと薄皮があるんで薄皮を剥いで食べてみたいと思います。うわっ、いってみます。ああ、エリックが先に行くんかい。うまっ。ちょっとお見苦しくてすみません。うまい。なにこれ、うまい、すごい美味しい。分かったから早くちょうだい。うん、うまっ。よし、ワナちゃん食べて。よし、うまーい。あー、うまい。ほんとなんか、卵濃厚。いや、なんて言ったらいいんでしょう、最高級の卵。うわー、これは皆さんに食べさせてあげたい。うまっ。パトちゃん、パトちゃんで立って立って、パトル、まだ待って、パトパト、コナンちゃん、これ、めちゃめちゃうまい。なんて、もう本当に上品な卵の味がしますね。上品な卵。うまい、うまい、うまい。ワナ、そう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 、エミューの卵美味しかったですね。美味しかった、ホナちゃん。エミュー美味しかった、美味しかった。パトちゃん、エミュー美味しかった。あー、美味しかった。そう、また面白いものがあったらどんどんお花とパトラとエリックで食べていきたいと思います。この動画良かったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。美味しかったね、美味しかったね、美味しかった。